キズ3100型は、かつて、日本国有鉄道及びその前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。アメリカ合衆国のアメリカンロコモティブ社から輸入された、車軸配置2から6から2の端式に寄稿、飽和式のタンク機関車である。製造は、スケネクタディ工場。元は、九州鉄道が1九百六年に十四両を、 導入したもので、同社では228型とされた。九州鉄道は1907年に国有化され、1909年に制定された鉄道員の車両称号規定では3100型に解消された。本形式の特徴は非常に大きな水槽容量と自重にある。側水槽は背が高くシリンダ直後から、 運転台までの間に及ぶ巨大なものである。また、側水槽だけでは、容量が足らず、運転台両側の床下にも水槽が設けられている。これにより、長距離走行と、強大な粘着力が得られたであろうことは、間違いないが、成立の経緯から施設が貧弱であった、九州鉄道では、軸重が課題で、軌道や橋梁等に与える、悪影響が大きかった。 1914年の実測によれば、運転整備重量69.6トン、動輪上重量51.9トン、各軸の軸重は、第1動輪から16.8トン、18.3トン、16.8トンであり、第2動輪の軸重18.3トンは、国有鉄道に在籍した、機関車中空前絶後の大きさであった。このような、 過大な重量を持つ機関車になったのは、メーカー側で何か計算の間違いがあったとしか考えられない。国有化後は、当然軸受軽減対策が検討され、1918年に、小倉工場で水槽の容量を7.3立方メートルに縮小し、運転台後部の石炭庫も背を低くして4.5トンから1.5トンに改めた。これにより側水槽の長さは、 第一道林中心上から運転台前までとされ、背も若干低くして全部情報を大きく斜めに切り取ったため、外観に大きな変化を生じた。動輪上重量は41.9トンに、最大軸重も14.1トンに軽減されている。しかし、運転台下部の水槽については本工事後もそのままであった。本形式は当初築地,地区で、 運転列車の牽引に充てられた。その後、一部は、その強大な牽引力を買われて、鹿児島線の人吉吉松間の急行バイク間に転用されていたが、1914年以降、4110型に置き換えられて、再び、地方地区の直方に戻り、運転列車の小運転や入れ替えに使用された。最初の廃車は、 1933年の3123で、これは産業セメント鉄道に払い下げ後、1943年の戦時買収により国有鉄道席に戻った。1934年には2両が廃車となったが、残りは1948年及び1949年に廃車された。失敗作と言われながらも長命を保ったのは、 C11 型に匹敵する、牽引力のたまものであった。改装前の所言を示す。改装後の所言を示す。この数値は、日本最大のタンク機関車である E10 型や、テンダー機関車である C56 型よりも大きかった。後年、主要艦染用に製造された C53 型で15.44トン、C62 型で16.20トン。 D52 型で16.28トンである。歴代の国鉄、JR 機で本機より軸重が重いのは EF63 型の軽井沢砲道輪の19トン、以外ない。ありがとうございます。